やっぱ総研じゃね？やっぱ総研じゃね？やっぱ総研じゃね？で、まずこれよ。これ7番の、ここの100メバーだら、スタミナ消費減、強制エクグレードみたいな効果あるんだよね。だからこれ絶対使った方がいい。で、ブンブジナを殴って、ブンブジナを DV することによって、爆発で44ダメージ与えられると。あー、今やろうとしたのにあれ。鉄柱式のおぼろかけっていうね、まあ、カウンターがあるんだよね。ただその前に多分これ降りてくるから、鉄柱斬死。これクナイ刺して、わかる？糸がブラーンってなってんの。この糸がブラーンってなってる間に、ダメージを与えると、なんかその分、上乗せされるよみたいな技だね。で、これ足殴ってもうしょうがないから、鉄柱斬死、クソ殴りたいのに殴れんな。ただ今87ダメージになったの分かった。あ、これ。総流行ったね。なんか玉水でじゃなければあっという間に総流になるんだよな。なんかね、玉水でレベルで、あんな、総流できないんじゃ、もうなんだろう。イベルジョーとかもしいたら、全く総流できないんじゃないかっていう。まあ、総流強すぎるから、そのぐらいの調整がいいのかもしんないね。98ダメージ、もう一回刺す。これ強いよね。一撃してからバンバン撃てるので、仮に殴れなかったとしても、あの普通に80ぐらい食らうじゃん。とりあえずこれやっとけばいいっていう。まずはおぼろがけ使う前にこっちで攻めてみようか。これまだ逃げないだろ。え、これ何してんのこいつ。なんかお供が優秀すぎてハメみたいになってんだけど。あ、これおぼろかけ。ちょ、見にくかったな。まあ、方向をカウンターする分、方向をカウンターする時に使うのが一番かな。基本的にはこのおぼろかけ使ってた方が火力出るはず。あれ、え、これリオレイヤーとかの攻撃でも総流できるんだ。へえ。ていていてい、これが強いんだよ、強攻撃ね。で、これカウン、あれ、あ、カウンターできたね。はい。はい。で、結構遠くからでもこれ当たるからな。攻撃には、カウンター合わせてあげて、ほい、ほい、ほい。あっという間に溜まったね。ちなみに溜まってる時に、殴ると確定でダウンするらしいね。はい。はい。はい。で、時間ギリギリで、総流大技を使うと。なんかさ、おさいづちの総流大技ダサすぎね。しかもお前変なとこに下ろしやがったの、俺。ただ総流大技のダウンはむちゃむちゃ長いから、なんか必殺技打つならここだ。144、素晴らしい。で、おぼろがけ強えな。おぼろがけ強いな。無敵感半端じゃないね。これ2回とか総流できないのかな。今んとこ1モンスター1回みたいな気がするな。でこれおぼろがけ、おぼろ、あー、さすがにダブルでおぼろかけ使い見ねえな。だってダメージが低いからな。いや、双剣なんか火力低くね。これか、この鉄柱男子がお手軽に打てて簡単に火力出しちゃうから、普通の攻撃は火力ない的な。もしくはあれか、あー、やってもうてー。もしくはあれだね、属性がまだないじゃん、無属性じゃん、武器が。だからかもしんないね。双剣とか片手剣とかは、属性あって初めて威力出るから、それでかもしんないな。まだ、体験版で火力低いかどうか、見極めるの早いな。で、ここでかけり虫を1匹拾って3匹になる。これ多分1分2分ぐらいかな ?3 匹になるんだよな。で、鉄柱雑誌。あー、変なとこ立ちたな。肉質関係してるから、基本的に柔らかいとこに当てなきゃダメなんだよね。まあ、頭とか。これもう一回いけんな。ああ、そう、リーチが短いんだよ。お手軽な代わりにね。それがきちい。降りよう。これもう一回サマーさせてくる。ちょっとサマーするとね、避けにくくなった気がするわ。事前モーションが短くなった気がする。殴って、殴って、殴って、殴って。111ダメージ。ここも鉄柱ダッシュやればよかったら、本当に隙あったらどんどん撃つべき。おぼろがけ。いやー、意味ねえなー。おぼろかけ意味ねえな。
意味ねえなは言い過ぎだけど、マジ方向の時以外はガチで使わんくていいな。で、ここ当たんなよ、あぶねえ。で、ランブ150出るんじゃない ?173! それは強いですわ。173はあかんでしょ。はい、はい、はい。鉄柱斬死。くるくる回転だけでいいんだよ。あれ何ダメージか見えなかった。多分140ぐらい出てたと思う。くるくるだけでもね。で、鉄柱斬死。これで85とか。なに、なに。え、ちょっと待って。え、当たんないときあんの？おかしくない？修正来るだろ。なんで刺さってんのに当たんないの空中だろ。どういうこと？今の外したらなんかな。ランプがこれどんくらいよ。多分全部当たって、110とか。ランプ1回でそれってことはやっぱ鉄柱斬死の強さを伺えるよな。あれ？コケリムシまだ3匹に、あ、ガーガー食ってる。お前、やめろ、お前サードル、俺今、シビアだからそこら辺。ガーガー見てて反応しちゃうから。タイムリーなんだから。え、こいついつまで食ってんの？なんか長くなった。で、ここでもう一回、おい3回いけるぞ！あーねえ、そこは3回当たるところじゃないの。まあ、多分殴った方がいいと思うけどな。3回やるぐらいならね。元に言うと。おい！お、ぼ、もう、あ、ガーグは埋葬してるんだ。お前いいやつだな。ね、俺さ、ここめっちゃ好きなんだよね。これ、10番。ここめっちゃ竜の巣って、竜の巣っていう感じがしてさ、よくない？あ、なんかいる。こいつあれが会心あげるやつだ。アラミキリカね。まあ、赤トンボみたいなやつだろ。頭に刺す。3連続行きたいね。いやー、お前飛んじゃ殴れないでしょうが。で、まず77ダメージ。もう一回手、ダーッ難しい。まあ、お手軽だ、あれだから、すぐ慣れると思うけどね。あ、そうだ、あれ見せてねえじゃん。あのね、鬼人化してない時の、ランブがね、ちょっと変わったんだよね。ここら辺はワールドベースなんだけど、待って、今ゲージ貯めるわ。先行でも欲しいな。鉄柱斬死、ここランブ行ってみようか。これすぐ技派生できんの。あぶねえ、だからランブかけだからね、結構。130か。で、行き見せ。これ、変わったんだよ。短くなったね、かなり。まあ、その代わりダメージも弱いんだけど、使いやすくはなったかな。このゲージ使ったランブさ、ワールドの時はさ、結構長かったじゃん。それ、ね。使いにくいなって感じだったけど。ライズで見事改善されましたよ、と。あー、これおもろすぎ！ミスった。ここ、つか、レイヤーなんか風圧とかなくなった？もともとないんだっけ？俺今、サードばっかやってるからさ、あぶねえ！そこら辺感覚バグってるんだよな。これいけるっしょ！ 117 か。ランブ打たないでなんかくるくるしてた方が。鉄柱斬死食らう気がするね。ちっちゃなランブ。ちっちゃなランブ。ちっちゃなランブ弱くね？まあ、スタミナ使ってないから当然といえば当然か。鬼人化中の火力と比べたらあかんな。ほら、これ普通の鬼人化中の三角連打であんなに威力あるからね。どうしても目立つよな。あ、弱った弱った。え、君ここじゃないの寝床。え、ここだろ。いや、早い。なんか、今作のレイヤーさ、あれなんだよ。ボルトみたいになるの。なんで？翼どうしたん？え、なんか右上にさ、変な青いマークついてんだけど、リオレイヤーの下。これ何？これ弱ってるマーク？疲労じゃないよな。疲労じゃない。おぼろがけ！頭に打ったらいいな。おー！